そうですね、聞いて一般的に言いますと何か定義が決まったこう世界的の標準のある定義があるというふうに思われがちですけども、木には実は定義がないんですよね。でからそれぞれのこの木、というのを昔からその地域で使っているもの、あるいは国で使っているもので、そういうものを 各地こうあるところとないところがありますので、そのあるのを大体こうある集めていきますと木っていうのが割とこう、そういうものが木かということがはっきりしていきますので、そんな形でですねちょっとお伝えしますね。まずはじめにですね、日本の場合には実は気のつく言葉が非常にたくさんあるんです。例えば天気、陽気、陰気、病気、元気、気迫、気力、弱気、強気、気をつけていってらっしゃいとか言って気付く言葉がいっぱいあるわけですよね。どれぐらいあると思われますか？ピンポンピンポン1000以上あるんですよ。でそれほどですね、気のつく言葉があるということは、もう昔から日常茶飯事的に日本人っていうのは気を定義もなしに、別にそれこういうものということもなしにちゃんとうまく利用してたいう民族だというふうに解釈しています。でそこでですね、ちょっとしっかりとこう見ておきますと、この本にも載せていますけどね、バンクシアフィットネスというバンクシアブックスです。でこれに載せてますけども、この57ページに広辞苑で、広辞苑、日本の辞書の広辞苑ですね。でここに書いてあることをですね載せてます。それをちょっと見てみますと5つあるんです。で1つはですね、天地間を満たし宇宙を構成する基本と考えられるもの、わかります？わかりますよね。言葉だけは天地間を満たし宇宙を構成する基本と考えられるもの、でも実際これぼやっとして分かりにくいじゃないですか。で2つ目にはですね、こういうことが書いてあります。生命の原動力となる勢い、生命の原動力となる勢い、でこれはちょっと分かりますね。でじゃあどういうことやということ、これも疑問が残るんですけども、じゃあ3つ目です。3つ目は心の動き、状態、働きを包括的に表す語で、こういうことで、ね、あそうか、気は心と関係してる、これはよくわかりますよね。気は心っていう言葉がありますし、非常に身近に感じますよね。で4つ目にはですね、はっきりとは見えなくてもその場を包みその場に漂うと感じられるもの、ちょっと言葉はですね言い回しが難しいですけども、よく言いますね、この部屋入ってきたなんか 場の雰囲気が悪い、先月来た時は場の雰囲気はめちゃくちゃ良くていい部屋だなと思ったけど、今度は悪くなっているとかね、そんなことは会場が変わると、なんか場の雰囲気がいいとか悪いとか、ちょっと詳しい人はここは癒しろ地だとかね、汚ら地だとかいうことがありますけども、そういうような形で場に関与しているエネルギーだというのはここからですね受け取れます。で5つ目はですね、そのもの本来の性質を形作るような要素という形で載ってるんですね。そのもの本来の性質を形作るような要素、これはねちょっとね、ちょっとひねらないと分かりづらいんで、先ほどのですね、2番目の生命の原動力となる勢い、これは命に関与しているエネルギーですよということが言いたいところなんですよね。
そうすると、あ、なるほど、木っていうのは命、生命と関係しとるんやな、これ分かりやすいですね。それからですね、先ほどのですね、5番目にお伝えしました、そのもの本来の性質を形作るような要素、これはちょっとね、ちょっと勉強していただくと、木っていうのは結構原理原則ははっきりしているんです。その中で木はですね、形で動くということは、この三角では三角の形のエネルギーが流れるよ、丸には丸のエネルギーが流れるよ、星の形には星の形と共鳴するエネルギーが流れるよ、そういうような意味なんですね。ですからいろんなお守りでも形があります。形のあるものは全部気というエネルギーが共鳴しています。これをですね、ちょっと皆さんの中に詳しい人おられると思いますから、神聖エネルギーという言葉は聞いたことないですか。これを提唱したのはドランバロという人なんですけども、神聖幾何学で、これ神聖幾何学、7次元の幾何学模様がいっぱいありますよ、その模様の形でもってエネルギーが全部違いますよ、それを自分の中に取り入れたら、いや取り入れたらって共鳴するものがあるんで、簡単に形をイメージしたらエネルギー気が流れ始めると、こういうのはちょっと難しいですけどね。ですから形っていうのは非常にこう気をですね、ちょっと使いたいなという時に、学びたいな、使いたいなという時の一番どちらか言ったらスタート時点で、これを使うと気が流れます。神社のお守りでも裏を見ると文字か形かわからないようなものがこう印として押されてますね。あれは神社のには非常によく聞くお守りだよって言われるには、そういうようなことも非常に加味された要素になっています。はい、こんなことでですね、日本ではそういうような捉え方で非常に気のつく言葉が多いですから、昔からずっと身近に取り扱われてきたんですけども、それじゃ他の世界でみんなやってるのかいったら、そんなことはないですよね。で、木って言ったら本場はお隣の中国ですよね。で、中国では木のことを地という言葉で言ってます。ここは明快でしてね、ちょっと難しくなりますけど、東洋医学なんかをちょっとこう学んでる人なんかはピンとくると思いますけども、中国の捉え方は、全てのもの万物は陰陽二気によって生ずっていう言葉があるんですよ。ですから万物は陰と陽、これはよく一般的に使われますね、陰と陽という2つのエネルギーによって全て作られてますよ。先ほど日本の広辞苑に載ってました1番目、天地間の基本的なものを全て司っているというと同じ捉え方ですよね。これが中国の捉え方です。そのお隣ぐらいの国、インドの方行きますとね、これもヨガやってる人なんかはよくご存知だと思いますけども、木のことをですね、プラーナっていう言葉がよく出てきます。で、このプラーナっていう言葉が日本でいう木に該当する言葉になるんですね。で、インドではヨガの修行僧なんかは1年も2年も場合によっては3年も飲まず食わずで修行して非常に元気なんです。
生き続けてるんです。生き続けてるところが活動してるんです。で、それはこのプラーナというものを、これをうまく取り入れて、その修行の中に取り入れて、それで修行を続けてるんで、ますます体は元気になって、心の波動は高くなって、だん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 聖者に近づいていく。で、こんな形でプラーナというような、聖なるエネルギーといいましょうかね、そんな捉え方されてます。もう一つ盛んに使っているところはハワイですね。で、ハワイの方ではですね、言葉としてはマナっていう言い方をしてます。で、マナって言いますのは、ハワイで使うマナっていうのは、木というものに該当するんですけども、どういう使い方をしているかっていうと、彼らはですね、一つの物事を成就させてほしい、あるいはあの人の病気がきれいに治ってほしいっていうような、お祈りではないんですけど、それをやる時の、一つの技法として、皆さんよくご存知のホーオポノポノがあります。あそこではホーオポノポノでは必ず歯の呼吸法という呼吸をするわけですね。呼吸法、一つの呼吸があるんですけども、この呼吸をすると3つの意識、今の私たちの普通の意識、それから能力がいっぱいある潜在意識、潜在能力があるって言いますよね、意識が、さらにその上にですね、宇宙とつながってるよっていう超意識、この我々の3つの意識がこの歯という呼吸を続けると、この3つの意識がずっとつながってきて、ここが宇宙ですから、宇宙、それ自分の心の中、そして宇宙のずっとした地球もその一部ですから、地球、天地人っていうふうに、この3つがこの呼吸法をすることによってつながっていく。そしてそれで、それでつながった時に、お祈りのような形ですね、お祈りをすると非常に効果が高いっていうので、やっぱり聖なるエネルギーというような捉え方をされています。こんな形でですね、でもこれは、その地域、あるいは民族、あるいはこの国の人たちが使っている、状態で、それを集めますと、切って何っていうね、ご質問をもらいましたけれども、エネルギー、命に関係するエネルギーをどうやら木というので共通点として現れてきます。いや、命に関与するエネルギーです。じゃあ、エネルギーと我々がこれからですね、木をですね、ちょっとやってみたいわと思われる方は、もうちょっとそこから足を伸ばして、木っていうそのエネルギー、命に関係するエネルギー、これで共通点になってますから、このエネルギーだけを取り出してみますと、これは明快にですね、エネルギーは、これは今の量子力学でも、今エネルギーというのは粒の状態にある粒子性のエネルギーと波の状態、地震なんかそうですね、波の状態に、波動の状態のエネルギー、2つ持っているのがエネルギーっていうのは特徴ですよっていうふうに言われてます。で、我々はですね、実際にいろんなこう手当てをしたりやるときには、粒というよりもやっぱりこの波動の方ですね、こちらの方、波の方のエネルギーを、見えないですけども、この波の方のエネルギーを使っているということが圧倒的に多いようです。それじゃあ、この波動のこの、波のエネルギーの、波動はどういうものか、ここをね、ちょっとだけ入っておきますね。ここにちょっと入りますと、波動の法則っていうのは聞かれたことがあると思いますけど、波動の法則と、これは物理的な波動の法則っていうのがあります。それをですね、それじゃあ法則どうなんて、ちょっとこのそれをメモを見てみますと、3つあります。一
一つは優位は劣位をコントロールする、強いものが弱いものをコントロールしていくよという、そういう性質がありますよっていうのが一つです。で、二つ目には高いところから低いところに流れる、水と一緒ですよね、高いところから低いところに流れる、これが二つ目です。で、三つ目はフィードバックの法則。これはですね、自分から出したものは必ず自分のところに返ってくる。ですから、いい感じのエネルギー、笑顔をパッとやると笑顔は自分のところに返ってくる。こういうような感じですね。はい、で、もう一つ付け加えます。もう一つ、四つ目には、同じものは引き合う。で、この4つですね、4番目入れて4つ、これが、波動の法則と言われているものですので、ここをですね、知っておくと、自分の気にもいろいろありますんで、ニコーッとするとですね、で、口角を上げるといい気が出るというふうに言われています。ここをこういうふうに上げますとね、ここの一番上の、ここのエネルギースポットがカーッと開いてくるというふうに、ね、言われています。そうすると、この、先ほどの一番目にあった大宇宙の気がですね、これがさーっと入ってきて出ていく。で、こんなことでですね、気による手当てだとかヒーリングだとか、で、そういうようなことができるようにもなっていく。まあ、以上でですね、そんなことでちょっとこうややこしいところが入りましたけども、大体気って何って言われますと、そういう感じになります。